全国知事会は今日テレビ会議を開き緊急事態宣言の延長を受けた政府への提言案について協議しています提言案では行動制限の緩和についてガイドラインを作成することなどを求めています 提言案では行動制限の緩和をめぐり必要なワクチン接種率を示すよう主張しましたまた感染の状況について予断を許さない状況が続いていると指摘した上で秋の行楽シーズンは都道府県をまたいだ旅行や移動を引き続き原則、中止、延期とすることを国民に呼びかけるよう促しています。その他知事会では 国によるワクチンの配布の遅れなどを指摘する声が相次ぎました。